歴紀元前3年、混沌を極める現代社会のど真ん中で一人立ち尽くし、よどんだ空を睨みつけるギラリと光る大きな眼。その持ち主の名は木下桃花。その姿はまさしく原始人といったありさまで、やっとのことで二足歩行を覚え、ぼちぼち言葉を使えるようになったかどうか、そんな具合であったという。日が昇り沈み、また昇り、繰り返される毎日を、特にこれといった目的もなく、木下は食べては寝、飲んでは寝、寝ては寝ての暮らしぶりで、ぼんやりとやり過ごしながら生きていた。当時の木下の実際の様子を見てみよう。毎日毎日狩りに行っては食って寝てばかり。俺の人生ってこのままなのかな。おや、これは。木下の目の前に転がっていたのは一本のギターであった。何かの啓示を受けたかのように、木下はそのギターに駆け寄り、ネックをわしづかみ、ストラップを肩に回し、そして六本の光り輝く鉛の弦をおもむろにつまびいた。音が出るぞ。すごい。なんじゃこれは。そこの人間よ、聞こえるか。この声はどこから。私は神だ。そのギターで歌というものをやってみせる。さすればお主の運命を開かれる。こうして神の啓示を受けた木下はギターを片手に歌を歌い始めた。あの秋淳もびっくりとまでいくかどうかは別として、彼女の驚くべき才能と輝ける未来への道が今開かれようとしていた。小さな花が。
黙ってられない気持ちと私が切り離される置いてかれる心臓が持たない速さで体の声が追い詰めされる握りしめて奥の奥までスタートラインだけその先は知らない答え合わせなんて切に今は
私も変わって、少しだけ今日は嫌いなままだよ。第一歩として作った曲です。なんか普通にみんな多分今ねこうやって手拍子してくれてると思うんですけど、これ嬉しいよ、これだけでも嬉しいけど、この曲はもう自分は今めちゃくちゃパリピなんだって。今わかる？パリピ、レッドブルーとお酒一緒に飲むタイプのやつね。なんかこうこういう感じじゃなくて、あの隣の人とか指さしていいよ、あのいい感じに乗ってたらね。感じでこの曲は乗っちゃってください。いいですね、いくよ、ワンツーワン。
Go.
ここで一丁ダンスチューンを持ってまいりましたので、皆さんまだまだちょっと踊れてないんじゃないですか。どう、踊りすぎておしっこ漏らした人、はい、あ、ちょっとそれはやめてください。皆さんね、あのもうほんと日々のね、最近いろいろ遊べてなかったり鬱憤が溜まってたりすると思うので、もう今日は本当にね、それ全部発散するつもりでみんなで踊っていきましょう。まだまだよろしくね。わん、あつ、あわ、あつ、あわん、まだ心の中だけを取り放し、我慢してるんでしょう、ほら手足まで動かしたくてたまんない、ブルーライトに集まる虫になる、そんなことが今必要
1時間前の後悔さえも忘れています。息を吐くように架空の願望を並べて、初めて作った曲です。最後の曲です。聴いてください。私の話。Thank you.
時は流れ、桃花歴2000年、かつて路上に打ち捨ててあったギターを肩に担ぎ、神の啓示に導かれ、シンガーソングライターとしての歩みをスタートさせた木下は、多くの仲間たちとの出会いを経て手掛ける楽曲もより高度なものとなり、今では打ち込みという技術を駆使した音源を自ら作り上げるまでとなった。大胆な打ち込みを導入した初めての曲、悪い友達のミュージックビデオは、その刺激的な内容とインパクトあるサムネイルによって思惑通りに大バズり。まさに木下本人の原始人から未来人への劇的な進化の過程を我々は目撃しているのである。そんな未来人木下桃花が新たなる領域に踏み込んだ完全新曲を引っ提げて、
今ここに帰ってくる。それでは新曲です、聴いてください。天使になったら、
って君の顔も見たくない、頭痛い眠たい知らないなんてわがまま、子供のまままま、私はこのままでいいのに、いいのにな。悲しい夜があったとしたら手をつないで眠りたいのねえ、私まだ大人になりたくないよ、自分を知ってしまうことが怖いのに。辛い涙を思い出してしまう時、ついあなたの影を探してしまうの。あの頃の私たちはやけに輝き続けた、痛いほどに
上がる。